調子にご飯の時間ですよ。今日はキャスト天水さんにやってまいりました。今から入って美味しいと噂のそば食べていきます。行っていきます。こういう観光地ってなぜか蕎麦屋さんすごい多いじゃないですか。で、蕎麦屋さん多いなって、どうしようかなって考えて、でも結局その1回の旅行というか旅で1回はやっぱ蕎麦屋さん入っちゃうんですよね、なぜか。で、食べると毎回美味しい、毎回美味しい。美味しくないところに入ったことないです。
食べ終わるんだけどね。たまに宇都宮とか行きますけど、結構遠いですね。往復したら。でいただきました。天ぷら最高、そばつゆ美味しい、もちろんそばそのものも美味しい、しかも涼しい、最高でした。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。ソフトクリームいただいちゃいました。特別についてるわけじゃないはずです。いただいちゃいました。甘いのも大好きです。違うんだよ。おいしい。ありがとうございました。ありがとうございます。やっぱり違う。インスタグラムとかフェイスブックとかそしたらインスタにたった今あったんだけど出ます。やっぱりその濃い香りもすごい。天水って天井の天水、ここの店の名前が天水。またこの量もちょうどいいんだろうね。通りもすごい美味しかったです。メニューになるかどうかわかんないですけど、皆さん
来てみて、あれよかったらぜひ食べていただきたい。すごい美味しい。さっきごちそうさまって言ったばっかりなんですが本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。サービスありがとうございました。ちょろちょろ